柴崎咲は東京都調布市、柴崎のゆるキャラ。狛犬の女の子。2012年3月25日生まれ、2012年4月29日にデビュー。ピンク色は調布市の花であるサルスベリの色をモチーフとしている。地域の PR のために出身である調布市をはじめ各地のイベントに出演している。2013年には海外向けのニュースで、 ゆる、キャラグランプリ2013において、東京から出場しているキャラクターとして、菅門、シャロームちゃん、エドちゃん、戸越銀次郎と共に、柴崎咲が紹介されている。また、同年に開かれた第97回日本、陸上競技選手権大会のサブイベントでは、日本陸上競技連盟公式マスコットの、アスリオン、スポーツ祭、東京2013のマスコット、ユリート2体、 調布市千川商店街のマスコット、ハーモニー君と共に調布市のマスコットとしてレースを行った。セクシーすぎるゆる、キャラとしても2014年頃からネット上で話題となっている。ABC、柴崎咲の見聞録。グリーティングインタマ。2018年4月4日閲覧。ABC、調布市のゆる、キャラ。 柴崎崎がセクシーすぎて、ネット上で大人気。リバドールニュース。https コロンスラッシュスラッシュニュース .lyvedoor.com スラッシュアーティクルスラッシュディテールスラッシュ8743779スラッシュ2020年7月15日閲覧。ab ブログアーカイブ2013年6月。調布市。スポーツ祭。 東京2013調布市実行委員会。2018年5月20日閲覧。京王フローラルガーデンアンジェ、フラワーフェスティバル、柴崎咲ちゃんのバースデーパーティー。調布市観光協会公式サイト、調布観光ナビ。調布市観光協会。2018年5月7日閲覧。16周年を迎える、京王フローラルガーデンアンジェ都内最大級。 30種類に百0 0本のマグノリアが見頃を迎えます。4月1日には記念感謝祭も開催。京王電鉄。2018年5月7日閲覧。畑野優子。たまにち街角レポートレポーター。畑野優子。番組情報。調布 FM。2018年5月7日閲覧。北、民、調布のご当地キャラ、柴崎咲ちゃんのバースデーパーティー。ー ブログ、東山だより。医療法人社団東山会調布東山病院。2018年5月7日閲覧。第8回稲城市桜、梨の花祭り。稲城市商工会。2018年5月7日閲覧。世界キャラクターさ、ミッドイーンハブ2015思い出フォトアルバム。千葉県印在市。2018年5月7日閲覧。 キャラクターマスコットコンテストヒーティングアップ読売新聞ピアニッシモ8から9 http コロンスラッシュスラッシュ www.ditp.go.s スラッシュコンテンツアタッチ 79,66179,661pdf2018 年5月7日閲覧田中圭一による2018年4月22日のツイート 2018年5月2日閲覧。ボカロ P の中の人 PHP 研究所。2015年3月18日。ISBN 978から45億6982万5090。今が春による2015年9月3日のツイート。2018年4月4日、閲覧。今が春による2015年8月27日のツイート。 2018年4月4日閲覧、ありがとうございます。